はい、じゃあやっていきましょうか。で、まあ前回から引き続きね、まあちびちびではやっていきましょうか。まだ銅が余ってんのかな。これを入れれば、OK。うん。銅鉱後に炭が1かな。んで、あとは何だろう。エネルギーが全部溜まってないな、これ。先に寝たはずなんだけど、満タンにこれ、なんでだ、これ。こういうもんか。お、パースニップが。じゃがいも1個。いや、待って。これだけ取れれば、まあ、回復もし放題ということで。だからまた買ってこないとね。15で20ぐらい。20ぐらい買ってきましょうかね。で、また植えて。そうだな。いや、10にしとこうかな。日にちずらした方がいいよね、多分。あんまりまとめてだとエネルギーの管理が大変なんで。で、まあ今日は鉱山ね、ダンジョン行きましょうか。前回は釣りだったんで、だから行く前にちょっと南の方のね、ウニを拾いに行ってから行きましょうかね。あ、9時になる前に取りに行っとくか。で、種を拾って、じゃないわ、買って戻ってきて植えて、で、うん、ダンジョンね。そういう流れでいきましょうか。今回は結構いいんじゃない。お茶、うなぎ。うなぎなんてどこにいるんだよ。ゴミを漁っていきましょうか。まあ、人ともね、会話していかないと、まあ、何かしらイベントがあるよね、多分。まあ、そういうのも、まあ、気長にやればいいかな。で、もうちょっとで、みんな、じゃないよ、店が開くんで、急いで回収しようか。これは、毎回取りに来た方がいいよな、多分。ないじゃん。どういうこと？え？一つもないんだけど、どういうこと？おかしくないこれ。え？一個もないんだけど、なんでこれ？嘘でしょ？え？え、そんな日あんの？時間の無駄なんだけど。これ、あれかな？もう一回見に行ったらあるとかある？そんなことない？え、一個もないとかあんの？これ。やば。バグってんじゃないかっていうぐらいないな。まあ、いいか。じゃあ、おとなしく戻って、種植えて、ダンジョン行きましょうかね。うなぎの600とかもな、取れればいいんだろうけど、まあだからこういうのの時用に、うん、キープしとくのもいいかもね。いろいろね、これから。まあ今お金がないんでね。カリフラワーとかやる？高いからな、でもやめとくか。チューリップは？あんまり高いのはやめておこう。とりあえずこれぐらい買っといて、日にちを分けて植えましょうか。運動。
エミリー。高場でバイトしてんだ。へえ。なんか今走ったよね、上に。なんだろう、鳥かな。で、ここに適当に植えていきましょうか。で、どうしようかな。あ、これ5だからここ植えとくか。で、チューリップは明日にしましょうかね。オッケー。さて、準備してダンジョン行くかな。あとはなんだ、銅鉱入れて、タンポポ取ったよね。タンポポとネギだっけ。ちょっと待ってよ、これはもう売りましょうか。あと人参が確かあの公民館のあれで必要だよね。そこら辺もちょっと考えておかないとダメかもねーっていうことで、そうだね、どうしようかな。剣に、ツルハシだけでいいかな。うん。いやー、でも釣りも一応、いらないかな。まあ、もっとか。オッケー。で、これは売っ払って。公民館行きましょう。やることがいっぱいあるよな。金がたまらないっていうね。で、まあ前回ね、なんかあれだよね。前回じゃないわ。前に、洞窟で、ハエみたいなのに襲ってきて大変でしたよね。あれを倒せる何かが欲しいなっていう武器かな。まあ、買ってもいいん。これダメージどれぐらい ?2 の5だから。竹の剣だっけ、あれが、7ダメージだったから。まあ、買ってもいいのかな。250円だったよね。まあ、今買えないんだけどね。これを入れるとどうなるんだ、これ。コンプリート。なんかくれる？ん？報酬くれるんだ。へえ、30個。これはこれでいいよね。ありがとう。で、公民館が変わ、おお！なんだ？なんか増えるんだ。え、どうなるの？公民館が綺麗になるとかではないの？あ、じゃがいもとかもあるんだ。へえ。あ、これも、収穫しないとダメなんだ。はあ。じゃあ、1個は置いとかないとダメだね、これね。なるほどね。1個はキープしておきましょう。あ、これ金色のとこあるんだ。やば、これ銀色のとこもあるんじゃないの、これ。レア度もあるんだ。これは魚もあるのね。あ、なにこれ、かわいい、これかわいい、これ。あ、カニもいるんだ。あ、ここも全部いるんだ。あ、じゃあ、売らない方がいいな、一匹は。なるほどね。じゃあ、アイテムは一個はキープしといた方がいいね。そういうことか。わかりましたと。
いうことで頑張っていきましょうかね。だから今のところは鳥小屋かな、4000だっけ、2000だっけ、どっちだっけ。お金がいるんで、それを貯めながらかな。だから深いところ行ってもしょうがないよな、多分。これハエが出てきて戦えないから、多分。いや、もう20まで行ってみる、ゴリ押しで。あ、カニがいる。カニはやってもいい。カニ落とさないかな。いた、思いのか痛い。落とさないと。はしごな、あった。これ湧いてくるよね、多分。どんどん行きましょうか。え、何、嘘でしょ。どういうこと、関係ないんだ。貝移動したら湧いてこなくなるとか、そういうんじゃないんだ。マジで。いや、待った、これはた、あこれ無理っぽいな。これまた湧いてくんじゃないの、これ。キリないな、これ。これ無理っぽいな。うなに、うお、気持ち悪。これがあの虫になってんの、あれ。どういうこと？あ、はしごあった。まあでもダメージはそんなに受けてないよな。これやってる時に来られると厳しいよね。来るかな？来る時と来ない時あんのかな？どうなんだろう？あ、これは早い。出口が分かって、お、いいのがあるね。で、うわー、こんなんいるんだ。あれ、ちょっと危ない、気持ち悪。あ、来た、来たよ。やめろお前。いやー、ダメージが通らないな。階段、お前早く下行けって感じだね。なんかないかな。なんだこれ、なんだこれ。お、なになに、あ、孵化するんだ、ああやって。やば、気持ち悪。今さなぎになってたんじゃない、あれ。怖っ、気持ち悪、マジで。生態系をしてしまった。あ、それでこれ湧いてくるんだ。急いで駆除しないといけないんだ、これ。やめろお前、何してんだろ。どんだけ階段出てくんだよ。まだ俺はいかんからな。ん、色がなんか怪しいな。来るんじゃない、やめろ。やめろ、やめろ、やめろ。お前らふざけんじゃねえ。やばい、これはやばい。3連戦やばい。あぶね。うわー、なんだこれ。これはやばい。ブーンってきたらやばいよ、これ。あー、これやばい。
やばい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 。危ない危ない危ない。座れる座れる、危ねえ。今の何だろう、スキルが上がった音なのかな、どうなんだろう。お、うわぁ出てくんじゃねえよお前ら、やめろお前ら。いや思いのほかこれ難しいんだろこのゲーム。危ない危ない。だから火力がいるね。あーちょっと待って、死ぬじゃん俺。食べ物やばいやばい、食べ物ないわ。あーこれは無理無理、帰ろう帰ろう帰る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 、これはもう出直し。甘かったね、考えが甘かった。というわけで、次回は、武器かな。いや、もっとね、ちゃんと避けろって話なんだけど、ハエがね、たかってくるの。まあでも今、スライムもっとちゃんと避けてやんないとダメか。適当にやりすぎたね。これ、回避とかあんのかな？このゲーム。今更だけど。ないよね。まあなんで、どうしましょうかね。これ怪我してんのかな？ほっといてもいけんのかな俺。病院に行かないといけないとかそういうことかな。病気とかあんのかな。まあ明日になればわかるかな。っていうかこれでわかるのかな状態。わからんか。食べ物持ってなかったね。あれ、20回まで行くには、食べ物でゴリ押しの方がいいのかな？いや、でもな、あんだけモンスターいたら、火力が欲しいな。俺の腕では。川クラゲ。なんかいないかな。うなぎとかナマズ。うなぎってどこだっけ、川だっけ、海だっけ。まあどっちにもいそうな気はしないでもないが、これで食べたら治んのかな。ドクドクしてんのは変わってないから、これ病気かもね。明日病院に行きましょうか。そういうことかもしんない。やばそうだもんね、これね。いやー、勉強になりましたね。適当にやってはダメだと。ここら辺売ってもいいんだ。どうしようかな。まあでももったいないか、売らないでいいか。あ、でも水仙こんなにいらんのか。んで、種じゃないな、ここら辺か。9で、あ、石炭がないんだね。なるほど。そうですね。種と30、40か。まあ、こんな感じかね。釜がいらんのか。いや、釜は取ってないのか。というわけで、ちょっと待ってよ。これ、金色と銀色も欲しいんだよね、多分。これ、キープしとかないともったいないよね、多分。じゃがいもも、公民館で行けたから、そういうことだね、多分。いや、まだ時間あるなら、これあれだわ。
クワでやっとこう。山ほどやっとこう、これ。これぐらいやっといたらいいんじゃない ?OK。さすがにもうやめとくか。いや、まだいけんじゃない、まだ。まだ参るんじゃないか。ギリギリだね。時間的にやばいな、これ。いけるか?よしよし。はい、じゃあ寝ましょうか。それじゃあ今回はこの辺で終了かな。